はい、どうも、マクタの差です。今回は F コードの壁をぶっ壊せということで話していきたいと思います。皆さんはぶっ壊せましたでしょうか？もう少しなんだけど、壁の向こうから光が見えてるんだけどとかですね、今壁の前で体育座りして途方に暮れてますとかなっている人いるんじゃないでしょうか？ということでですね、今回は F コードを抑えるためのコツを話していきたいと思います。でもここでね、分かってもらいたいのはあくまでもコツなんです。コツコツだからね、もしかしてこの動画を見てもね、できない人がいると思います。おそらくいるでしょう。だってね、皆さん女の子にモテたい時はありますよね。でネットとか本でね、モテるためにはみたいな記事を嫌というほど見てきたと思います。僕も探したし見てきました。でもね、モテない、モテないんですよ。でこの F コードも同じです。いくらやり方を見てもね、できない人、モテない人がいるんですよ。でもそれは承知してほしい、しょうがないと思います。だからもう弾けなくてもですね、この動画何百回何千回見てもう弾けない、弾けなくても、ちくしょうマクタのサメってやりがたな、嘘つきやがったな、呪ってやるとかやらないでください。僕の夢に出てこないでくださいね。それでは F コードの壁をぶっ壊すためのポイントを話していきましょう。頑張るぞ。まずその1、爪は切っていますでしょうか？他のコードならまだしもですね、 F コード、特に中指ちゃんと薬指ちゃんはですね、こう指を立てるので弦ってこう肉、指先の肉で押さえるんですけど、爪が長いとですね、この爪が邪魔をして押さえられないんですよ。だからどうやっても弾けない。だからまずは爪の長さを確認してみましょう。深爪になるほどではなくてもいいんですが、こう手のひらから見て爪が出ない程度に切ってあげてください。その2、人差し指を指板に当てる角度。どういうことだというと、人差し指を押さえますよね。で F コードは正派といって1本、人差し指1本で複数の弦を押さえるんですが、そうなるとベタッとつけてしまいがちになりますが、実はですね、親指側の傾けて押さえた方が楽ですね。こう指があって、こっち側にちょっと傾けず、親指側にクッとですね、ちょっと見にくいと思うんで、後でここで写真、この辺の角度から撮った写真を載せますけど、こっちよりこっち、力って面積が小さい方が入りやすいので、それを利用していきます。だからとりあえずまずは人差し指と親指で挟んで、まずこれで音が鳴るかどうか、これで音が鳴らなかったらこの指つけても鳴らないので、まずは人差し指と親指で音が鳴るかどうか確認してみてください。今のがその2ですね。その3、人差し指の飛び出し具合。交通ルールでは飛び出しするなって言うんですけど、 F コードの場合は飛び出していきましょう。でこの僕の場合はですね、人差し指 1.5 センチぐらい飛び出してますが、人によってね、人によって大きい小さいありますからね、いろんな部分が大きい小さいありますから、人差し指もそう、太いとか細いとかね、太ってるとか細いとか出っ張ってるとかあると思います。だからこの飛び出し具合人によって違うので、いろいろ試してみてください。一番力が入るところを確認してみてください。でこのまあこの太い人は有利かもしれないですね、肉で抑えられるから。逆に骨が出てる人はその出っ張りを利用できるんで、まあどっちでもいいと思うんですけど、まあいろいろ試すしかないですね。今のがその3で、その4、親指の位置。意外と知られてないのですが、これ結構大事です。でこの親指にですね、気を使うだけでパッと弾けちゃうことがありますので、僕はですね、人差し指のすぐ裏の方につけてます。だけどこれもですね、ちょっとずれただけで多分力の入り具合が違うので、いろんなとこで確認していってみてください。これも人によって違うと思います。ただこの親指こう、うしょーって これもちょっと角度を取ってみるので、これとか、うわーとか、うわーとか、あと親指が変こう内側に来すぎちゃって、こうしょーって手首がうんしょーってなってる人がいるんですけど、それはダメで、やっぱ僕が一番いいのは人差し指の裏側につけてあげると。だから位置を確認したいの、まず人差し指つけて、中指、薬指、小指つけた後に最後親指自然にふわっとつけてあげる。これが一番いい親指の位置だと思います。じゃん。でその4が、親指の位置でした。で最後、その後ですね、弦高が高いまたは握力が弱いということで、この場合はですね、なかなかすぐには改善が難しい。僕は男だからですね、握力には困んないんですけど、女
女子は本当に弱い人がいるので、まあ、この動画女子が見てるかっていうのもちょっとあれなんですけど、あの動画のね、あのなんだろうな、こうだどんな人が見てるかとかちょっと見れるのがなんですよ。で男性女性の割合が出るんですけど、僕の動画男性9割ですね、だから残り1割のこの女性、あの見てる女性にこのアドバイスなんですけど、まあアドバイスとかで僕ですね、あの女の子に教えたことがあって、高校の時なんですけど、まあ、文化祭でギター弾きたいって言ったからちょっと教えたのかな。で友達同士集まって教えてたんですけど、でその女の子がですね、あの休憩だって言ってジュースを飲もうとしてるんですけど、なかなか飲み始めるんですよ。でどうしたのって言ったら、ペットボトルの蓋が開けられないんだと。いえって、そんなことあるのかと、びっくりしましたね。万人が開けられるにしとけよペットボトル、ということで、その時ですね、僕が生まれて初めて世界に怒りを持ったと思います。でももしかしたら、もしかしたらその女の子がですね、僕の気を引くために力がないふりをしたという説も残ってます。多分そうだと思うんですけど、今となっては確かめられないじゃないですか。でもそんな子でもね、 F 弾けてたので、まあ、頑張れば弾けると思います。でどうしても力が入らないなって、握力のせいかもしれないなっていう人は、カポをですねちょっと高い位置につけて、そうするとですね弦高も低くなるし、ということで握力が少なくても抑えられるんです。だからここで鳴らしてって、ちょっとずつね4321なしで鳴らしていくと、そういうのもいいかもしれないですね。そしたら弾きやすいと思います。はい、ということで1から5までのポイントを話していきました。確認しましょう。1、爪を切ってますかと。2、人差し指の角度ね、親指ちょっと傾けてあげるよって。3、人差し指の位置ちょっと飛び出してあげましょう。あんまり飛び出さない方がいいかなと、人によって違う、自分の位置を確かめてみましょう。あと親指の位置、人差し指の少し裏らへんがおすすめだよと。で5、弦高高い、握力が弱いね、カポをつけて対処していろいろリハビリして鳴らしていこうと。以上、ポイント5を話していきました。このね、ここのポイントに気をつけて弾いてみてください。でももしかしたら弾けない人がいると思います。そういう人はマクドナルドのごろってやるということで、それで解消できればいいと思いますけど、僕の夢には決して出てこないですけど、僕怖いの嫌いなんで、気持ちよく 寝させてください。でね、まあいろいろ話してきましたけど、この動画を見てる人でですね、少しでも F コードで悩んでいる人が減ってくれたら嬉しい。F コードの壁の前でね、退屈座りしてこうやって、ああって弾けないな、弾けないな、どうしようかなってこう元聞き返すのもなっていう人がね、少しでもトンカチを持ってね、こう壁をコツコツコツと、削っていけるようになったかと思うと嬉しいです。でも皆さん、 F コードの壁の先には B コードがあるんです。ということで次回の動画もお楽しみに。